有効虫、有効虫、有効虫、フォラミニファーラテンゴファーマンアナフェア、含むは、種として、石灰質の殻、と、猛状加速を持つアメーバ様原生生物の一群で、ある。普通は1ミリメートル以下の大きさだが、大きいものでは5センチメートル程度、化石では、最大で19センチメートルに達する。原生、化石合わせて25万種が知られており、 各種の指標生物として有用である。殻が堆積して石灰岩を形成することがあり、珊瑚礁における炭酸カルシウムの沈殿にも非常に貢献している。細胞は下流を含む内質と透明な外質とに分けられる。加速は一途上で分岐したり融合したりして猛状になり、その中を下流が両方向に流れている。これは移動、着生。 捕食などのために使われている。細胞内共生体として、緑層、高層、黄金色も、軽層、渦弁モーモなどの様々な層類を持っているものが、かなりある。またクレプトクロロプラスと、すなわち接触した層類の葉緑体を残しておき、光合成をするものもある。からは、多くの部屋、室、または、某、チェンバーに分かれているものが多く、 非常に成功な構造になるものもある。これは、発質あるいは、発棒、プリラキアラスをくとし、成長するに従って、外側に室を作り出すためであり、その前景は往々にして、巻き貝に似る。殻には穴、口孔、アパーチアや細かい多数の穴があり、これを通じて、外に加速を出す。原生の有効虫は、基本的に解散だが、水でも、 生存可能である。レマンコ、レイク、ジェネバなどには、淡水種も数種あり、タウリンの湿った土壌で生活している種さえある。海では、浅い海底の海藻の根本などに付着して生活しており、例えば、沖縄土産で有名な星の砂は、有効虫の一種星砂、ベックロジプシュナスファローラタの殻であるが、そのような場所を探せば生きたものを見つけることができる。ちなみに、 太陽の砂とも呼ばれる突起の先端が丸みを帯びた星砂はコルコリーナ属の有効虫である。さらに深海体積物表層にも有効虫が多数生息していることがわかっている。このような海底に暮らすものを定性有効中、ベンサック・ホラミニファーと言い,い、原生のほとんどの有効虫が相当する。これに対してプランクトンとして生活している原生種は約四十種ある。 それらを浮遊性有効中、プランクターニックホラミニファーといい、代表的なものに、玉浮貝、グロビンゲリナがある。有効虫の生活感には、単層と副層の世代交代があるが、両世代の外形はよく似ている。単層のモンとは、単核で、細胞分裂して、通常は弁毛を2本持つ、配偶子を多数作る。弁毛を持たないアメーバ状の配偶子を生じる種もある。 複層の子存とは多角体で、原数分裂した後は分裂した新しいガモントを作る。生殖世代の間に複数回の無償生殖を行うことも珍しくない。有効虫の殻は、いわゆる微化石として産出する。その殻の形態が多様であり、形態が複雑であること、また多量に産出することから、化石有効中群衆からは、 岩石の正確な相対的年代を知ることができ、生物相助にとって極めて有用である。また同様の理由で、原世の有効中群衆は海岸環境の生物指標として使われている。これは、有効虫の生息域、もしくは形態が、温度、水深、静水圧、光、酸素、塩分などの様々な要因によって決まっており、環境変化に対して敏感に応答するという、 性質による。ただし、有効虫の炭酸カルシウムの殻は、酸性条件では溶解しやすいた、化石化後の就職として、気候の変化や海洋酸性化の影響を受けていたり、他の鉱物への痴漢などが起きている、可能性もある。有効中化石は古国小学や古見洋学でも有用である。有効中化石の酸素安定度を遺体比、有名なのは、王の王に対する比を調べることで、 過去の気候を再構成することができる。また、浮遊性有効中化石の地理的分布及び炭素安定同位対比は過去の海流を再構成するのに使われる。つまり、化石有効虫は、市準化石としても、思想化石としても重要である。石油産業は以前は、輸送の候補を見つけるために、有効虫などの微化石に依存していた。 有効虫の殻の一部は堆積物として沈殿する。海洋帝の堆積物中において、有効虫殻が多くを占めるものを、有効中南米と呼び、年月を経て固結すると石灰岩となる。エジプトのピラミッドの建材である、可変石,石灰岩などはその例である。かつては、原生動物ネアシムシ類に分類された。2007年現在では、リザリアに含められている。 リザリアには他に、ケルコゾアとウ酸虫があるが、これらと有効虫との位置関係にはまだ不明な点がある。殻の形や組成は、有効虫の分類同定の基本的な手段である。炭酸カルシウムを主成分とする石灰質、カルケリアスの殻を持つものが多く、これは、さらに透明なガラス質、ハイオレント不透明な陶器質、または磁器質、ポースレニアスとに分けられる。 有機質、または、二石鎮質、スドチャイチニアスの殻や、堆積物の破片を接着してできる砂質、または硬着質、ニカワケツ質、ギールウッタメテットの殻を持つ有効虫もおり、計算質、サリジョスの殻を持つ属も一つある。しかしこうした殻の蘇生を用いた分類体系は、自然分類ではないことがわかっている。分子系統解析からは、はじめに、 単質の有効虫が放散し、その後に多質の有効虫が少なくとも二回独立に進化したことが知られている。また、リキキアロメイクさと、クセノフヨホラが殻を持たない、有効虫であることが示された。一方、猛状加速を出すアメーバ様生物で、以前は、有効虫と共に、カルーネアシムシ類、グランヤロレティキアロザと手まとめられていたものがいくつか、あるが、そのほとんどは現在は、 ケルコゾアに含められている。殻を持っていることから、カンブリア紀以降化石として多く見つかり、思想化石、思純化石として重視される。フズリナ、防水虫や貨幣石は、原生では見られない大型種である。他にデントリーナ、エンドウチラ、グロビンゲリナ、ハイパーイミーナ、トリティスイーツなどがある。定性の有効虫は、カンブリアキ以前に出現し、 富裕性の有効虫が出現したのはジュラキ以降出る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。